いらっしゃいませ。まだか。ママにも言われたのに。はい、いくつなんだ。なあ、俺また絶対。さあ、お金が目的なのか。もしもし。そうだな。ドキドキしてきちゃいました。可愛い声してるな。またまた。うまいですね。どんなお仕事をしてるんですか？不動産関係だ。すごい。聞いてもいいのか？どんな体型をしているんだ？スタイルですか？運動が好きなので体は引き締まってる方かもしれないですね。しないでくださいよ。あれ、私何言ってるんだろう。もう変なこと聞かないでくださいよ。そうだな。もう少しだけ。時間を忘れちゃう。モテるだろう。全然モテないですよ。どういう女の子が好きなんですか？もっと知りたいです。お前だ。お上手ですね。そうだな。ちょっと熱くなってきちゃいました。もう少しだけ。こういうところも楽しいですね。育ちが良さそうだな。なんか嬉しいです。これを聞いたら怒られるか。どうする。どんな顔をしているんだ。顔ですか。顔小さいねって言ってもらえることはあります。髪はショートなんですけど、男の人って長い方が好きな人多いですよね。あなたはショートの子どう思いますか？そうだな。うふん。チャームポイントはどこだ？髪が綺麗だねって言われて嬉しかったです。どこに連れてってくれるんですか？その気になっちゃう。カラオケに行こうか。いっぱいですね。そうだな。話してると落ち着きます。話しやすいな。そんなことないですよ。もっと慎重に考える。今から会わないか。今からですか。うん、私も会いたいです。ドキドキしてきちゃいました。でもすっごい楽しみです。じゃあ後で会いましょうね。
何？何？ああ。you